はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は戦艦ヤマトにも搭載されていた兵器を作っていこうと思います。ヤマトシリーズ4回目やな。それで何作るん？皆さんはサムネでお分かりかと思いますが、これでね。おう、連装砲や。この2つはシールドがついているかついていないかの差くらいしかないんだけど、問題はどっちを作るかなんだよね。それで前はシールド付きの機銃を作ったので、今回はシールドがついていない連装砲にしようと思います。CG で紹介するとこんな感じ。待て、これかなり複雑やない？まあなんとかなるだろうみたいなノリで作り始めたんだけど、また設計に10時間コースとなってしまいました。久しぶりに10時間や。はい、そんな地獄が待っていることも知らず土台が完成。この上に連装砲というか攻殻砲を作っていきます。最初に作るのは砲身などを支える砲か、足みたいな構造やな。私が測ったところ内側の幅は160センチありました。これは下書きか。最近、複雑な構造は下書きをしてから作るようにしています。だいたいこんな感じだね。かなりくねっとるんやな。はい、今作っているのは右側の構造。砲か作らんのか。こっちの構造と砲かのサイズ感を確認したかったんだよね。大きさがちゃうと砲身周りも後々修正する羽目になるからか。一応サイズは全部測ってるんだけど、毎回どこか間違ってるんだよね。それで実は2回も作り直してるんだけど、この後ろ側の入り口がうまく作れない。出っ張っとるんか。しかも縁が丸くて飛び出てるからね。そこでここまでカールで下書きをしてから変形。頂点だらけでぐちゃぐちゃ。これもうバーキンゲームやろ。この部分だけで1時間以上かけながらなんとか完成。おう、形できた。はい、さっき作った砲火の下書きが消えていました。毎回消えるな。謎の部屋の形に合わせてカキカキ。こうやって合わせると間違わんな。上手にできました。どこがや？ズンちゃん美術5だからね。あとは下書きに合わせながら形を合わせるだけ。中央部分も頂点を合わせて。この面をデリートすれば完成だね。それっぽいのできとるやん。それでこの砲火なんだけど、イラストや CG では足がまっすぐのものと途中で湾曲しているものがあるんだよね。あれか、作者によってデザインがちゃう的な。よくわかりませんが、今回は湾曲したデザインを採用することにしました。両脇の構造も作って、一応砲火デザインは完成。ええやん。その中央構造は簡単なのでサクッと作りました。そして攻殻砲左側の構造、足の支えのところやな。その上の車種など3名が入り込む構造なんだけど、これがまた難しい。厚み持たせとるんか。今思えば構造の厚みはいらなかったかなと思うんだけど、見た目を重視したかったのでこのように作りました。今作っとるのはここか。こうなると問題になるのは4名を全部手動で天井と合わせないとダメなところだね。ガッチャマンみたいに飛び出たところも手動で合わせます。これ面で作ってエクステンドで回せばええんやない？多分、普通の 3DCG 系のソフトだとそれが正しい作り方だと思うんだけど、スプロケットは盛大にバグるんだよね。バグか。このゲームは現状バグとの戦いだから、面倒だけど確実な方法で作る感じだね。天井はこの部分が盛り上がっていました。正面は開いておきましょう。こんな感じだね。おお、似とるやん。尺の都合上、後ろの制作部分は省略。一つのキューブを加工してここまで作ることができました。ゆるふわ軍事チャンネル。それでは砲身とその周辺構造を作っていきます。この連装砲は正しくは89式40口径 12.7 センチ連装攻殻砲。ということは砲身長は5メートル8センチか。外から見える筒部分の長さは3メートル70センチくらいだね。この付け根の部分の直径は32センチくらいありました。2本目を搭載。砲身と砲身の間隔は65センチだね。正面から見るとこんな三角構造がついていて、さらにその後ろにはこんな形状のものがついていました。これなんなん？ガチュンと搭載。何かに必要な構造なのでしょう。その下にはこれだね。これは詳しく知らないのですが、装填発上等というものだね。ほう。上についていたのはこれ。これは中帯機というものだね。大砲を発射した際に生じる反動を砲身を後退させることによって吸収する装置だね。別の資料では推進機みたいな表現もされていました。次にこれ。え？連装砲を上下方向に動かす歯車だね。半径は80センチから83センチくらいありました。それっぽい形に加工して。
余計なものが下についていますが、こんな感じ。このギアを動かすとこうなるイメージだね。そういうことか。刃の部分を作るのは大変というか、頂点数がえぐいことになりそうなので省略。はい、ここからがいろいろと難しいところだね。参考画像を見ると大量に載っとるな。とりあえず今回はパッと見える構造は全て作りました。基本固定せやろな。細かく作るとまた頂点数上限を突破してしまうので、省略して作った感じだね。これは装填関連の装置。今回は新しいキューブを追加して形状は作らず、単一構造から極力作ることを目指しました。その方が多分頂点数も削減できるという感じか。それもあるんだけど、他の戦車にこの連装法を移植するにも、パーツを一個一個読み込んで載せないとダメだからね。ここからニョキッと出して。これは装填する砲弾を支える装置かな？その上にある砲弾を直接載せる装置は別パーツで作りました。これは装填台を吊るす装置。その装填台は真下にありました。もしかしてここに人が乗るん？そう、多分床にいる人から弾を受け取って、装填下というさっき作った丸い構造に乗せるのかな？装填台は方針が上下しても水平が取れるようにここの支柱で支えていました。参考画像のように垂直方向にも支えがあったのですが、スプロケットでは動きが再現できないので省略。これで後ろの大きい構造は完成やな。それでは細かい装飾を乗せる様子を見ながら、この広角砲について紹介していきましょう。ウィキペディアなどによると、ウィキペディアやめれ。この兵器は1932年から1945年まで製造されていたもので、約1300本作られたとされています。1300も作られたんか。戦艦ヤマトでは爆風よけのシールドを搭載したものと、されていないものが2種類運用されていました。重量は広角砲1機あたり20トン、11名で運用する兵器でした。11人も必要やったんか。砲身重量は3トン、撃ち出す砲弾は 23kg、最大で高度8000メートルまで飛翔できたとされています。砲塔は電動で動き、発射速度、つまり連射速度は毎分14発。ほう。ただこの発射速度は、カタログ上最大14発可能となっていたもので、1939年に実施された演習では、1分間に7から8発発射できれば良い方と報告されていたと記載されています。そうなんか。これだけのものを装填するのも大変やな。ムキムキになるで。砲弾は、いわゆるタイマー式の起爆装置が搭載されていたんだけど、読む限りでは人の手で設定していたというよりも、自動的にタイマーを調整していたという記載があるね。自動なんか。この広角砲は敵の航空機を撃墜する兵器なんだけど、降車装置を搭載していて、急弾する直前に炸裂するタイマーを自動的に刻む仕組みになっていたらしいね。自動化されていたのは驚きやな。このような仕組みは当時かなり難しかったらしく、一定程度の精度が出せる装置が作れるまで2年以上の時間がかかったと記載されています。使うのも海で雨風にさらされる環境やからな。はい、ということで後ろの構造は完成しました。珍しくたくさん作ったな。ごちゃごちゃ感がないと広角砲に見えないからね。また尺が長くなりそうなので残りの構造はサクッと作っていきます。これは広角砲正面のところだね。この内部に電動機が入っていて砲身などを動かしていました。あとはこんな感じのステップを前面につけて、大量のリベットもつけました。最後にはしごをつければついに完成。みんなできたで。それでは完成した広角砲を見ていきましょう。重量155トン。さっきに10トン言っとったやろ。理由はもちろん装甲。敵さんをいきり散らすために正面装甲は150ミリにしました。まあどこか貫通されると撃破扱いやからな。動かないのに16気筒80リッターのエンジンを誤って搭載。これで6トンほど重たくなっています。何やってんねん。主砲は40口径 12.7 センチ連装砲。制作時間は11時間以上となりました。久しぶりに10時間突破や。ちょっと構造が複雑だったね。人と比較するとこのくらい。こう見ると結構でかいな。砲身の可動はこんな感じ。ほら、ええやん。水平方向はこんな感じだね。綺麗に他のパーツも回転しとるな。砲塔に乗せてからキューブを加工しないと一緒に動いてくれないからね。はい、では、久しぶりに砲塔ツアーをしていきましょう。皆様おごきげんよう、東北ずんこです。ちょまでやめれ。ちなみにうちのチャンネル、女性視聴者さんが 4% もいます。え？大切にしたいね。はい、登るところをつけ忘れたので強引に上がっていきます。そこには謎のゆかりちゃんがこちらを見ています。
サイズ比較用のゆかりや。砲身の長さはこのくらいだね。5メートルくらいあるからな、結構飛び出しとるで。では左回りでぐるっと一回りしましょう。この人が入り込むところも胸の上くらいの高さあるんか。1分の1で作ってみてわかったんだけど、結構高さあるんだよね。せっかく作ったのでこの中にも入ってみます。内部は作っていないんだけど、左に車種、右に旋回種、その後ろに行革なのかな。もう一人乗っていました。すぐ近くにこんなでかい砲身あるんか。これね、すごい音してたと思うよ。乗り出して外を見るとこんな感じ。ゆかり、ゆかりちゃん、こう見えとったんか。どこまで再現できてるかわかんないけどね。ほぼ同じ寸法なので一応保証できます。振り返るとこう見えるね。スリスリと下に降りましょう。これかなりでかいで。砲身は水平位置なんだけど、ここに見える装填種の位置がかなり高い。ちょっと高く作りすぎた可能性があるね。ちなみに広角砲の高さはどのくらいあるん。砲身の中心までで高さは約2メートル。前高だと約3メートルだね。結構あるな。それで今見えているのは装填台だね。実物でもここに人が立って装填作業を行っていました。地上というか床にいる人から砲弾を受け取るんか。一発30キログラムあるからね。かなりきついで。こんな感じで見えとったんか。左側に砲弾を置いて、確か自動で装填される仕組みだね。砲身を上に向けて発射することが多いので、実際の運用ではもっと下で装填していたことになるね。むしろこの角度と高さで運用することは少ないか。では次に行きましょう。こちらはよくわからないんだけど、ある資料では新艦主室って書かれていたね。そんな人もおったんか。奥の砲身側に向いて作業していたみたいです。こんな感じだね。正面まで行きましょう。ゆかりの登場や。このゆかりちゃんが身長160から170センチに合わせていますよ。それでは試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手やるから、ゆかりちゃんは装填手、あかねちゃんは状況報告してもらおうかな。了解や。では戦闘開始。よいしょ。この広角砲を移動することができないので、久しぶりにこのシナリオで遊んでいきます。昔よく遊んどったシナリオやな。あかねちゃん砲身の動作チェックするよ。了解や。動かないとかずれるとか問題はないね。では敵さんが出てくるまでカット。ミニ一時の方向から敵戦車や。サクッと倒していきましょう。クロエ127ミリ連装ズンダーロー、ポイント。射撃ミスや。あれあれやないやろ。作った兵器というか方針ごとに癖があって。よいしょ。敵戦車撃破や。最初はなかなか当てるのは難しいんだよね。ゆかりちゃん装填遅いよ。何言ってんねん。装填すぐに発射ちょうだいや。あれすぐに発射。原因は2つ考えられる。一つがゆかりちゃんの手汗が原因説。何か言ったか。多分リタイアリタイあれに当たってちょうだいや。まあそういうことにしておきましょう。ポイント撃破。敵戦車炎上。あらあら、ちょっと強くしすぎちゃったかな。さらに敵戦車炎上。ぐるっと回して正面から見るとこんな感じだね。待て、微妙に浮き上がっとるやん。高い位置に砲身がついているからかな。というか微妙に回転しとる。笑った。いや笑うポイントないやろ。あいた。笑った。何笑てんねん。それで被弾した時の挙動なんだけど、音からも分かるように2回か3回くらい長弾してるね。形状が複雑な戦車はこういう挙動になることが多いな。当たらないと思っているところでも長弾したものが刺さるから装甲を入れないとダメなんだよね。それでどんどん重たくなると。長弾。よいしょ。敵戦車撃破。装填開いた。こんな感じかな。敵戦車に命中。うちらの勝利や。はい、ではもうちょっと改造して遊んでいきます。はい、ここに1台のチハが登場しました。待てやれやろ。親方、空から100トンの女の子が。ガチュン好きやな。はい、スプロケットで最大の面白いところ、兵器と兵器の合体です。これ広角砲の方がでかいやん。それ目の錯覚だね。いや、どう見てもでかいやろ。
もちろんこの先っちょには鉢巻きを搭載。チハにもついとったやつやな。その左側にはあれだね、あれなんだっけ。視聴者さんに教えてもらったやろ。忘れちゃったので風向きとか調べる的な装置ということにします。ずんちゃん、わざわざこんなのつけなくても指をペロペロすればいいと思うんだよね。待て、やめとけ。ペロンペロン。だからどこまで指突っ込んでんねん。はい、どんな感じか動かしてみるとこうなるね。なんかすごいサイズ感や。くるっと回すとこんな感じ。こう見るとガンタンクというかめっちゃ強そうやん。もし地下に乗せる計画があったらこうなっていたね。 100% ないやろ。実物は20トンあるんやろ。ではそんな夢の構成で1試合していきます。よいしょ。あかねちゃん発進。みんな行くで。これギリギリ動いとる感じや。足回りを見るとペッパンポですね。というか変な動きしとる天秤がある。やだ、プルプルしてる。戦車のスペックは重量110トン、150ミリの装甲をつけた砲台部分がなくなったので大幅に軽くなりました。感覚が麻痺しとる。これ現代戦車よりも重いで。敵さんが出てくるまでカット。二次の方向敵戦車、この子ね。ポイント撃破。射撃ミス。今の砲撃で気づいた視聴者さんもいると思うんだけど、この戦車というか作った攻殻砲、致命的な問題があります。射撃ミス。あれ、砲弾が別々の弾道で飛んでいっとるやん。そう、なぜか砲弾の弾道が一致しないんだよね。敵戦車撃破。原因は方針の作り直しとか乗せ直しもセーブしたんだけど直らなかったね。撃破されました。ダメやん。こうなると 200m くらい離れると全然狙えなくなるね。まあ、ずんちゃんみたいなプロは現場補正するので大丈夫。敵戦車に命中、撃破。ポイント。あーん、ポイント。全然当たらないピン。あるやん、狙ったところやなくてその上下に綺麗に飛んでいっとる。君はまた取り直しさせる気なのかな。敵戦車に命中。撃破できとらんで。どういうこと。フラエ、ゆかりちゃんのしっとりした汗拭きタオル。ちょっと私の。敵戦車撃破や。変わった敵さんでしたね。でも弾道が方針ごとにずれるってのは厄介やな。さっきも話したけど、ベータ版ってこともあってかなりバグが多いゲームだから、このゲームの制作者になったつもりでどこにバグがあって何をすれば解決できるのかゲーム内で試すしかないんだよね。どんな方法や。次回あたりから頻繁にアップデートされている別バージョンを入れて遊んでみようと思います。そんなんあるんか。そう、確か砲塔が吹き飛ぶみたいなアップデートもされているんだよね。それは楽しみやな。はい、ということでこのくらいで終わっておきましょう。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かったと思った方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。